本当クラブラジオ。さあ、第2回ですね。やってまいりました。ちょっと1ヶ月くらい空いてしまいましたが、本日もお相手は、このチャンネルの、まあ、発起人の、クズオと。皆さん、こんばんは。私、バナナと。はい、チーズくんです。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。じゃあ、一問三人でお送りしますが、まあ、じゃあ、今日のテーマなんですけど、ちょっとね、時期が遅くなってはしまいましたが、冬アニメが、始まっていますと。はい、はい、なんか冬アニメ何か見てる、どんな感じだいっていう話と、1年のね最初の月なんで、まあこの2024年が終わる頃までに24年、まあ漫画アニメゲーム業界でもいいですけど、二次元コンテンツなんかニュース予想しようぜっていうクイズ、正解は1年後ってやつですね。はい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 、みたいな話をやっていければなと思います。じゃあぜひ皆さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、冬アニメ、はい、なんか見とるかい？僕は正直あまり見れてない。スナックバスぐらい。そうなんですよね。冬アニメ始まる前もちょっと撮った時に言ってたよね。今どんなのやってる、次どんなのやったっけ、うんうん、そうだね、そうだね。うんうん、まあ、想像通りではあったよね。そうですね。まあ、ちょっとこの3人の総意としては、不作のクールじゃないかという。あ、いろんな意味で冬だった。そうですね。いや、なんか惹かれないんだよね。なんかこう、見てないから、見てから言えって話ではあるかもしれないけど、なんかこのクールも、異世界、悪役令嬢、スローライフ、3点セットかなっていう感じがして、すごく惹かれないです、僕は。なんかね、見たら多分面白いアニメとか多いんだろうね。でもとはマジで思うけど、見ればよかったなっていう、結構多い。そうだね。え、チーズくんはそのスナックバスエはどんな感じですか？スナックバスエはまあ元々ヤングジャンプで掲載していて、まあ、北海道のスナックを舞台にした、うん、なんか会話劇の漫画なんですよ。うん。なんでまあなんていうのかな、その会話がめっちゃ面白いっていうのをアニメでどれだけやれるか。うんっていう感じで、うんうんうん、あ、なんか取り組み自体はすごく、ね、面白いし、なんていうのかな、なんかヒロインが、主人公がリエリーなんだけど、高橋リエなんだけど、うんうんうん、なんか、あ、高橋リエってこんな大人っぽい声出せるんだ、みたいな。おもろいし、そう、エンディングを、エンディングカラオケなんだけど、もうカラオケを、なんていうのかな、その、マジで収録するんじゃなくて、うん、その、演技するときの、収録ベースの収録の機械でそのまま歌うカラオケみたいな感じだと、はい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 、なんかそういうなんかね、収録の空気感の何て言うの、スナック感というか、うんうんうん、とかもなんか取り組みとしてはめちゃくちゃ面白いんだけど、うん、どうしてもアニメだからテンポ感みたいなやつが、その原作とイメージしてたテンポ感が違うよねみたいな話題になってて、でそこは俺も感じてて、話とか取り組みってめちゃくちゃ面白いんだけど、もう少しテンポ早かったら、おもろいのになみたいな、ちょっと、もう少しだなと思いながら俺は見てるって感じかな。なるほどね。逆にこう、スナック感を出すためにゆっくりしすぎだと。なんじゃないかっていう意見ですね。はいはいはい。まあ、そうだね。クールっていうかこう、アニメの一話の都合上ね、伸ばさないといけないとこもあるだろうし。なかなかそこの時間感覚がうまくいってないみたいな感じなのかな。そうそうそう。まあ、ただ面白い話もあって、まあこれアニメで放送されてない話なんだけど、スナックバスって原作の中で、その、しまれた、特にまあ男性器を、うん、1話の中で24回ぐらい言うみたいな話があって、で、それはどうしてもアニメ化できないって言われたんだけど、あるお金持ちの資本家がどうしてもそれをアニメ化してほしいっつって、その、出資して、OVA っていう形で実現するっていうか形にはなってるらしいんだよね。なんでそれ裏の情報がそんなバレてんの？それ言われて言ってんの？あ、そう、もう有名すぎて監督がなんかその話してて、そう。だからそういう裏話もあるから、なんていうのかな、その、界隈での熱は強い作品になる。なるほど、コアな層には好かれてる。そう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 。だから、まあ、暇な人はぜひ、みたいな。ね、ラジオ感覚で聴ける、見れるアニメだね。ああ、なんか、シャワー浴びてる時に見るぐらいか。逆ああ、もうぜひぜひ、そうそうそう、はい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 。ストーリー自体はそんなに深くないから。あ、なるほどね。うん。まあでも、そういう脳死で見れるアニメって結構ウケるからね、まあ、そうには。
なかなかこう呪術廻戦みたいな前ちゃんと画面越しに集中してないとわからないみたいな感じ、ね、あんなねその高カロリーださ、うん、高カロリーじゃないじゃない、もう本当に家でお菓子食ってるぐらいのアニメなんで、すごいいいですよ、その。なるほどね、ちょっとでもその説明でちょっと惹かれるかも、聞く、ちょっとこの後シャワー入るときに1話くらい見てみようかな。あ、もうぜひぜひ、もうなんかそれぐらいのお手頃感覚アニメですね。バスでは見てみますわ。しかも我らがね、地元の北海道だもんね。あ、まあそうっすね、うんうん、北24条舞台らしいですよ。まあホームタウンですよね。そう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 。あ、ホームでもないか、北24条がそうでもないか。まあね、そのあの北海道じゃない人はあんまりよくわからない、ね。そうね、そうね。まあ、大体あそこだなっていう。そうだ、あそこねっていう。そうそう。北大とかの方ですからね。そう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 。はいはいはい、そんな感じですね。なるほど、ありがとうございます。で、バナナさんはどうですか？いや、僕はね、正直全く見てはいないんですけど、はい、まあ、なんか前に全クールも言ったかもしれないけど、もう、なんか、うん、年のせいか分からんけども毎週 見れんくて結構まとめて見るんですよね、うん、うんうん、まとめ見る方として、はい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 、で今期見ようかなって思ってたのが、まあ、あの僕の心のやばいやつの、ああ、僕やばね、うん、僕やばの人気か、あとはね今ちょっとその全部 今期の冬アニメ確認してるんですけど、うん、あとダンジョン飯がちょっと原作は読んでたから、うんうんうん、そこはね原作読んでたシリーズとしてちょっと見てみて面白かったら見よっかなっていう感じですかね。うん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 、まあ今期ね確かに最初に久澤さんも言ってた通りなんか結構、うん、なんか初見お断りじゃないけどね、きっと結構見る人を選ぶ系のアニメが多いのかもしれないね。うん、そうなんだよね。こうビッグコンテンツ、ま、あのアニメ化が待ち望まれていたビッグコンテンツっていうのが2期しかないんだよね。うん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 。だからその前期クール人気だった早々のフリーレン、はいはい、スリアの独り言、アンデッドアンラックとかはあるんだけどっていう、うんうん、その新クール的なところで言うとあんまねっていう。うんうんうん。俺もそんな感じかな、ね、じゃあ僕が見てるやつも言っていいですか？まあいい、はい、どうぞ。まず早々のフリーレンは引き続き見てますと。うんうん、うん、はい、最高です、以上。まあ言うまでもなくぐらい、ね、結構でもフリーレンって序盤の方ってなかなかこうキャラが少ないというか固定キャラだけで進んでいくところを、今の話って新キャラが出てくるところで、うんうんうん、やっぱフリーレンっていうキャラが強いよねっていう感じではあるんだけど、なんかその俺つえーとかじゃなくて、あ、うん、フリーレン渋いねみたいな、その凄さねみたいなところをうまく描写できてるんですごく好きですね。へえー、はいはいはい。で、あとやっぱ、まあ、そう見ないと分かんないな、そうだね、うん、フリーレンはまあゆくゆくは結構一大コンテンツ、サンデーがそうしようとしてるんで、うんうんうん、見てほしいかなフリーレンに関しては。うん、とかあとアンデッドアンラック、うんうんうん、いやー、いやーね、結構ハマりましたね、らしいですね、非常に後悔してます見てなかったことを。いやもう正直もうごめんなさいだけど、その、うん、ジャンプが推してる漫画の一つとして1話2話3話4話ぐらい漫画の方で見たんだけど、はいはい、全然面白くなくて、うん、漫画の方がね、そうそうそう、うん、でもまあちょっと YouTuber とか見てる限りアンデッドアンラックのクオリティがエグいらしいみたいな、うん、そんなまさかと、漫画が面白くなかったのにと思って見たら、そうだよな、演出でな、うん、つまんなかった1話がめちゃくちゃ面白かったんだよねアニメだと。うん、いやだから作画のクオリティとかもそうだし、結構声優の演技とかもすごいんだよね、へーへーへー、中村祐一さん主演で、うん、でもう中村一さんがまあなんかあんまりクールじゃなくて結構いかついキャラの主人公やってて、その演技とかやっぱすごいなみたいな、だしやっぱ展開が読めないところが今2クール目ですけどすごい面白いですね。やっぱりなんかアニメで化ける作品ってありますよね。うんうん、あると思う、あると思う、そういった意味ではちゃんと本当に見とけばよかったなと思ったな。そうそう、アンデッドアンラックで逆にマッシュルも今2期やってるんですけど、はいはいはい、ジャンプのマッシュ、アンデッドラクトのマッシュルもやってるんですけど、
はいはいはい。漫画より下回ってきたな、マッシュに関しては。ああ、まあ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 、個人の感想ですけれども。個人の感想ですけどね、それは面白いアニメばかりではないですから、人の声の感想によってはね。いやー、ちょっと笑いのツボが合いません、マッシュに関しては。あそうなんだ。なんて言うんだろう、こう、俺ら世代ってさ、ピューと吹くジャガーさんとかあったじゃん。はい、そうですね。ヒルマルダッシュとかさ、その、絶対に笑わせたいんだろうなっていうギャグは漫画あるじゃん。よりも強引に笑わせたいんだなっていうギャグがちょっと俺には合わないかな。なるほど。うん、まあまあ、そこはね、個人の好みですか。ちょっと厳しかったかな、アニメでも。まあ、ただ、マッシュルといえばなんですけど、オープニングはクリピーナッツんで、グリーンバンドボン。あ、そうだね。あ、そうそれあれが、うん、そうそう、世界的にバズりまして。ね、マッシュルダンスは TikTok でバズりましたね。だから、あれなんか世界でもかなりめっちゃ聞かれてるんですよね、あれ。そう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 。そういった意味で僕はもうクリーピーナッツ好きなので、ああ、いいっすなと思って聞いてたね。クリーピーナッツは悪くない。うん。うん。マッシュルもそのものが微妙。とことん否定する。俺は好きじゃない。うん。まあ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 、まあ、はいはい。とまた、あと見てんのが、キングダム第5シリーズ。うん。いやー、もったいないね。こう、無難な立ち上がりというか。2話まで見たんですけど、うんうん、やっぱキングダムってアニメはまあ世間の評価で言うとなんかそのビッグコンテンツなのに力入ってないよねが結構言われてて、うんうん、どうしても最近ワンピースとか作画えぐいじゃん、ワノ国編とか、はい、とか呪術廻戦もすごかった、アニメ会社がすげえ疲弊してるぐらいですごかった、うん、キングダムもネーム的に言えばそこら辺に匹敵するはずなのに、うん、やっぱ無難なんか、うんうん、面白くないわけじゃない。原作見てるから、ここの話ねって、ああ、そういえばねって思い出すけど、それ以上が来ない。はいはい。やっぱちょっと呪術廻戦2クール目を前期見てて、そこが強すぎるな、もう。アニメでだいぶ上回ってこない感じがすごい。うんうん。うん、って感じだな、キングダム。もったいないな。話自体は別に。面白くないわけじゃないんだけど、うん、でもなんか面白いね、ここまでなんか原作はこんなに面白いのにあのアニメ化が微妙だなっていう作品とさ、アンデッドランクみたいにめちゃくちゃアニメの方でもうめっちゃおもろいやんっていう風に分かれるっていうのは、そう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 、なんかすごいアニメ原作があるアニメのいいとこ悪いとこちゃんとあるのはいいですね、うん、今期は分かれてるっていうのは。そうだね。まあ、俺もなるべくフェアに見たいしね、その、好きだからこそ面白いって脳死で見るんじゃなくて、うん、好きなと、うん、だからこそ、ここは、みたいな感じで見たいから、うんうん、だから褒めるとこは褒めるし、けなすところはけなすみたいなスタイルなんですけど。ああ、もう偉いですね、うん。ちゃんと見てるのが偉いです。そうね。まあまあ、言うてまだ1、2話ですからね、そこを手のひら返しさせてくれるアニメとかもあるはずですから。うん、そうね。あと個人的にまだそのスケジュール的に冬なんだけどまだ放送されてない作品が一個あって、うん、グレートプリテンダー2期っていう、知らないでしょ。うん、あ、聞いたことあるな、グレートプリテンダー。はいはいはい。グレートプリテンダーってもう結構前かな、 3,4 年くらい前にネットフリックス独占配信されてさ、あ、俺オリジナルアニメで、あ、これあれ、あのあれか、あの詐欺集団の、そう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 、コンフィデンスマンのアニメ版、ね、はい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 、めっちゃなんか YouTube のおすすめじゃないけど広告みたいなのでのやつに、うん、そう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 、で俺この作品マジで好きで、ネットフリックスオリジナルって結構当たり外れ激しいんだけど、うんうん、この作品は死ぬほど大好きで、これが待望の2期というか、うんうん、そうこれ期待してて、2月末に放送配信スタートだからまだ見れないんだけど期待してるっていう。うんうんうん。ネットフリックスオリジナルね、結構最近いいなと思って。あ、そう、良くなってきてんだよね。なんか、そうだよね。ネットフリックス契約当初は、いや、なんじゃこりゃみたいないっぱいあったんだけど。うん。今はおもろいのある。それこそ、なんだっけ、サイバーパンクとか面白かったし。そう、サイバーパンクみたいな。あ、最近はね、ポケモンコンシェルジュっていうね。ああ、やってけ見てないけどね。いや、でも、いや、評判はいいですよ、ね。あれいいっすよ。評判はいいですよ。うん、あれ何かって、ポケモンって今までの声さ、なんかピカチュウだったらピカとかさ、うん、そういう名前になぞった鳴き声だったじゃん。そうね、そうね。そう、ポケモンコンシェルで画期的だなと思ったのが、ちゃんとね、なんか動物っぽい鳴き声にしてるね。うん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 。初期ポケモン風なの。ああ、まあ言ったらそうかもしれない。そうそうそう。なんかもう、うんうん、大太刀っているじゃん。うん。
弱い。だから、まあ、多分かる人、まあ、分かると思うんだけど、調べてください。分かんなかったら。大太刀、くっそ可愛い。なんか、大太刀ってこんな化けるんだっていうぐらいね、めちゃくちゃ可愛くて、そう。はいはいはい。ねえ、ワイの推しポケモンである、あの、水五郎がね、結構メインで出てるからね、もうぜひ見てほしいです。じゃあ結構世代問わずやってるんだ。ああ、そうだね、世代問わないと思う。なんか本当にポケモンでよりなんか現実世界にいたらどうなのみたいな、ぽい感じかな。うん。うんはいはいはい、すごいいいっすね、あのネットリオオリジナルは。ちょっと気になるな、それも。うん。で、あとやっぱりあれじゃないですかね。あの、最近だと、ワンピースの。はい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 。ね、そのワンピースの大一郎先生がワンピース書く前に書いてた読み切り作品あって、うん、その短編集がモンスターズっていう短編作品なんだけど、その中の一作品で、うん、まあ、西洋の舞台に一人現れた和風の武士の話なんだけど、うんうんうん、まあ、これが主人公リューマって言って、まあ、実はワンピースの世界と繋がってますよっていう裏がある作品で、うんうんうん、それを今の、なんていうかな、現代のアニメ技術で、もう一回映像化しようっていうところで、これもめちゃくちゃおもろいし、20、30分で見れるにはすごいいい出来だし、うん、めちゃくちゃエモいって感じかな。うん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 。いや、これはちょっと見てなかったんで、見ようかなと思って、うん、動画にもしたいし、うん。いや、いいっすよ、これ。ナレーションがまさかのゾロっていうね。はい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 。だからゾロっぽい人がゾロの声優さんじゃないんだよね、細谷さんっていう。ああ、そう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 、うんうん、見た目ゾロっぽいやつがいるんだよね、一人主人公で、うんうん。うん。明らかにゾロもちゃんと、うん、そう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 。ちゃんと確か理由があって、なんで似てるのっていうのも、あの、ワンピース読んでるとね、多分わかるんですけど。うんうん。俺めちゃくちゃ完成度高かったですね。非常に良かったです。なるほどね。ちょっとそれも、俺も見てなかったから、言われてみようかなっていう作品ですね。うん。であとちょっとまあ俺もまだ手触れてないんだけど注目してて見ようかなと思ってるのが、うん、メタリックルージュ。メタリックルージュアニオリなんですよね、これオリジナルアニメ。ああ、でボンズっていう制作会社、結構レベルの高いアニメ作るのが有名な制作会社で、うん、でまあなんかちょっとあれリコリスリコイル味があるっていう噂で、女の子の主人公同士みたいな、人造人間系なの。そう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 。で、うん、まだ2話ぐ、2、3話かな放送されてないらしいんだけど、その、まだ話的には、硬派らしい。硬派。うん、なんか、すごいね。やっぱ SF っぽい世界観で。そう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 。ざっと見た感じ、なんか、主人公のヒロインたちが、ロボット系の生命体になんか、メタモルフォーゼできるらしい、ね、うん、うん、なんかそんな感じの話なんですね。近未来的というか。面白そう。まあ、なんでこれはオリジナルアニメなんで、もうどうなるかわからない。うんうん。いうところで制作会社ポンズで注目している。いいんじゃないですか。あ、エウレカの会社なんだポンズ。そうですそうです。はい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 。道理でね、道理ですぎる。まあね、まあ確かに。点と点があまりにもつながるねこれ。そうね、グレンラガンとキルラキル見て一緒やんってなるの一緒ね。うん、ああ、そっかそっかそっか、グレンラガンとキルラキルもポンズか。あ、じゃあそれはポンズじゃないです。あれ、ボンチラムって言うっけ？ああ、違う、ちょっと制作会社で。あ、違うか。うん、あ、はいはい、まあまあまあ、まあ、はいはいはい。まあでも、なんとなく。で、あと最後にちょっと紹介したのが、ぶっちぎり。ああね、あれ、気になってた。あれ、なんか昔のやつ？そうだな、ちょっと忘れちゃったんだけど、それこそ呪術廻戦やってたマッパ制作会社、うん。ブラックアニメレベル高い会社、うんうん、マッパさんが、冬アニメで手掛けてる作品なんで、まあ手は抜かないでしょうというところで注目しますね。やっぱ最近、うん、制作会社基準なんだよね、うん、俺アニメ見るの結構。ああ、うん、まあ確かになんか制作会社ブランド化してるところあるよね、わかるわ。だから俺らの世代で言うとシャフトとかさ、PA ワークスみたいなとこあったけど、今その会社名前聞かないじゃん、あんま。なかなか版権取れてなくて、で今来てるのはやっぱマッパがすごい来てる。そうだね、確かに。うん。ってところでちょっと見てみようかなって感じですね、僕のからは。うん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 。まあ、そうね、最近なんかやっぱりアニメの良さっていうのを測るのに、どうしてもなんか作画技術とかの良さっていうの前提になってきてるもんね、うん。そうなんだよね。まあ作画が良ければいいってことじゃないけど、やっぱ臨場感とかさ、うん、こう話のなんか薄い部分とかをバトルとかの作画で演出するみたいなとこ大事ですからね。うん。まあだから、そういうボンズとか、
みたい な, なんか力持ってる制作会社の作品自然と目移っちゃうよね。なそうねそうね、なんかもう分かるわ。巷で聞くと本当に低予算しかもらえない会社っていうのは、うん、本当に一枠だけ放送枠勝ち取って、うん、低予算半券でいける半券だけ買って移すみたいなとかもあるらしいんで、噂によると、うんうん、しょうがなくそうなっちゃってるみたいなとこもあるんで、まあ、だから必然的にそういうのってクソアニメになっちゃうというか、まあ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 、ね、可能性としてね、力がどうしても、うん、だからやっぱりそういうところで言うとやっぱ力強い会社がこれからもいいアニメを作っちゃうんじゃないかなっていうところですね、僕の予想としては。なるほど。はい、じゃあまあなんかその予想っていうところが出たというところで、はいはい、まあね、この動画出してるとちょっと2月にまたがっちゃうけど、今撮ってるの1月なんで、うん、まあ2024年ですね、二次元コンテンツにしましょうか。じゃあまあ広い系、ちょっと結構は広い範囲で、広いね、うん、いやまあまあまあ、そのオタクコンテンツっていうところに通じればいいかな。まあ我々が扱ってる範囲内でこれがあるんじゃないのとか予想して、うん、まあ来年の今頃撮れてたら答え合わせしようかなみたいな、複数ボンボン出して終わりにしたいかなっていう。あ、なんかそのまあ、なるほど、わかりました。大丈夫、それ終わる？いや終わる。まあ司会として終わらせるよ。頑張りますよ。じゃあ任せますね。はい、まず僕からでいいですか、ちょっと言い出しっぺ。はい、いい、はいはい、どうぞ。全然アニメ漫画じゃないんですけど、はい、ポケモンあるじゃないですか。うんうんうん、まあ、ポケモンコールシェルジェのさっき話も出てましたし、ついでに話しますけど、うん、時期的にはポケモン任天堂ゲームフリークさんが新作出す時期なんですよ、今年。はいはい、去年だとこのぐらいの時期というか、剣盾が出ての谷間の時期、うん、ダウンロードコンテンツが終わった後の時期で、レジェンズアルセウスとダイパーの発表があった時期なんですよね。うんうんうん。で、今年はそれで言うとブラックホワイトのリメイクの噂がありますと。はいはい、はい。まあ我々的にもね、中1ぐらいかな、ブラックホワイトだったのは。うん、のリメイク発表が、ないと予想します。ないよって。ああ、もうそういうね。そうそうそう。逆ね。そう、そういうことね。はいはいはい。ゲームフリーク、働きすぎやろっていうところで。うんうん、今年はポケモンの新作がないと予想しますね。なるほどね。あえて、あえてのっていう、その、それこそダイパとレジェンズアルセウスって、うん、もう、1ヶ月差ぐらいで発売されたかな、確かあれって。本当に、うん、同月ぐらいで発売されちゃって、で、うん、ダイパの方がクソで、アルセウスの方が良かったみたいな感じになっちゃったんだけど、うん、それでゲームフリークはちょっと死んでしまったっていうところで、今年はブラックホワイトないんじゃないかなっていう。なるほど。じゃあなんかそういうゲームも入れていいんだったら、じゃあ自分いくつか予想。ああ、全然どうぞ、別に。稲妻イレブン、英雄たちのビクトリーロード、これ発売延期します。なんか言ってたな、前も。うん、全然わからん。稲妻イレブン。前も言ってたな。稲妻イレブン。延期に次ぐ延期。私は信者なので、もうあらゆるね、その結果を受け入れますが。ああ、いやいや好きだもんね。うん。一作品2万円ですって言っても買うけど、別に。マジかよ。うん、全然買うけど延期しますね、これ。レベル5にもう今そんな力はないと。レベル5はそう。レベル5死にたいだからね。どうしちまったんだよ、レベル5マジで。2000年、2010年前後、全盛期だったじゃん、本当に。もう分かってるんですよ、ね。あのレベル5はなぜ悪くなったか。レベル5は裾を広げすぎたんですよ、まず。ね、確かに。裾を広げたのに、日野社長のワンマンでやってたんですよ。いや、その結果何が起きたかっていうと、うん、社内の技術力が足りなくなって、外部に頼らなざるを得なくなって、外部に頼ったんだけど、外部が良くなかったっていう話ですね。なるほどね。はいはい、はい。で、稲妻イレブンのリメイクなんて、リメイクとか新作なんて、もう威信をかけて出すべきなのに、そこを外注しちゃったから良くなかったですね。なるほどね。確かに。確かに。でも、俺、許すよ。レベル5のこと。誰だ？お前は誰だ？オタクくん。オタクくん。でも俺は許すよ。まあでも、俺らのマジで小学生の頃ってレベル5の出すゲーム全部当たったもんね。うん。いや、もうそ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 う。レイトン、イナイレ、妖怪ウォッチ。うん。うん。どこ行っちまったんだ、レベル5。お前の席はもうねえな。
いや、まだギリ生きてる。ギガトン級武蔵でギリ生きてるから。いや、知らねえよ。ゲーフリを見習え、ゲーフリを。常に当て続け。ポケモンだけで生き続けてる。ゲーフリ、ニンテンドーを見習え。ゲーフリから出てたか、パルワールド。パルワールドの誰か予想を立ててくれよ。ああ、パルワールド。パルワールドね。ちょっとまだね、あのネットミーム的なところしか知らないんだけど、やっぱポケモンのパクリっていうところで、はいはいはい。いや、僕最近あの配信者界隈ちょっと気になって配信者界隈勉強してるんですけど、パルワールド見てるんですね。パルワールドね、あれ面白いですよ。あ、いいんだ。パルワールド自体はあのおもろい。あの、本当にいろんな名作のゲームをあのビュッフェ感覚で楽しめるゲームだと思うので。はい、って感じですね。なんでもいいと思うよ。訴訟されるかされないかと思うよ。そうでいいと思うんですけど。パルワールドってどこが作ってるんだ？パルワールドは日本国内のね、なんだっけな、メーカー忘れちゃったけど、本当にあの、弱小、弱小って言うとあれだけど、あの、規模が小さいメーカー。はいはいはい、ちょっと今、軽く調べたんですけど、ポケットペアって会社。ああ、そう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 。ああ、なるほど。2015年設立で、なんか、社長が任天堂ゲームセミナーにて DS 開発に携わってるらしい。うん。で、あと、コインチェックの創業にも携わってるらしい。コインチェック？ああ、まあまあ。まあまあまあ、というところで、まあ、怒られるまで頑張れ。あ、そうですね。まあ、いいけどね、こういう尖ったというか、ちょっとその、なかなか最近ないじゃん、厳しくて、SNS 社会とかもそうだけど。ね、すごいよね、挑戦してて。なかなか、俺は、偉いなと。なかなか中国系の会社とかはさ、よくパクったりするけど、うんうん、その日本の会社がそこ風穴開けるってなかなかないから。うんうん。ちょっと注目ですよね。そうそうそう。うん、だから、まあ予想で言うと、まあ、当たって忘れてもどうでもいいんですけど、うん、パルワールドの、その、追加、なんか DL パッチみたいなのが、僕は出るんじゃないか、この1年で。っていう、はい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 、はいはいはい、なるほどね。それあの新しいところを変え、なんかそういうポケモンの青の円盤みたいな感じで出て、あ、そうそうそう、はいはい、あのまあ例えば新パルモンが出てくるんじゃないか。新パルもうパルええ、バナナさん、バナナさんなんか予想あるパルモン界隈で。パルモンパルはいいよ、パルワールはもう広げなくていいよ、パルワール。本当ゲーム系行きすぎやろ。ちょっと漫画アニメに軌道修正しましょう、いったん。じゃあ、はい、バナナさん、漫画アニメでちょっと、何がですか？まあ、まあ、これはまあ確実なんですけど、うん、あの、ワンピースがまた最終章に突入するって言い始めるっていう。いいね、いいね、ついに。あ、そういう予想、いいね。うん、あの、もう終わると思うから、あの、今の編がね。うんキザルとかのね、あの、科学島、うん、うん。エクリプトが終わって、多分この後、なんかちっちゃいのを挟んだ後にも、最終章ですって言い切り始めると思うんで。うん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 。で、またあと5年っていう。いやー、確かにね、なんかこう、今、なかなか結構さ、でも、ちょっと面白くなってきたんだよね、そのクマがやっぱ、いいやつすぎて。まあね、好感度爆上げ中じゃん、はいはい、今、クマの、うん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 。そこからどう落とし場へつけるかよね。なんかそこから流れるように用意してましたで来るのか、こう、フルブリング編のようなものが挟まるのかどうか。ブリーチ。ああ、ブリーチで一番面白いショーのことだよね。そう、そうですね。ブリーチだから大絶賛されてるフルブリング編のようなものが挟まるのかとか。あの、はいはいはい。はい、そういうのが挟まるのか、ちゃんと、バーサス黒ひげ赤髪、イム様とかが出るのかわかんないですけど、それで最終、うんうん、まあ、最終章に行くって話ですね。はいはいはい。なるほどなるほど。あとそうだな、うん、あと他にみんな予想ある。俺もあと1個ぐらい上げて終わりにしようかなと思ったけど。じゃあ、うん、ざっくり、なんか昔のジャンプ作品の映像化っていう枠で、うん、リボーン。お、まあ、すごい、もう当たるか外れるか、ま、マジわからんけど。うん、リボーンの何かしら映像化があるんじゃないかっていう。はいはいはい。根拠ないです。根拠ないです。なるほど、ね。なってくれたら俺はいいなって。全然別にね、ないとは何も言い切れないからね。その、ワンピースの流れがあるから、うん、今。そう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 。ボーボボかリボーンで悩んだんだけど。ボーボボはないよ。ボーボボ去年20周年で何もなくちゃ。じゃあねえよ。じゃあねえよ。あんな、今このご時世コンプライアンス的に誰も手出さん。
そう、そんな感じですね。リボンは来てもいいかもね。御三家がやっぱ使い古されちゃって、御三家の次にやっぱ控えちゃってリボンがねいたから、うん、しかも今鴨の橋ロンっていうその天野明先生のね、そう作品がアニメ化されててそんなに面白くないんだけど、ええそうそう個人のね、うん、え。そうだからまあその流れであってもまあおかしくないかなっていう。はいはい、そうっすね。じゃあ僕いいっすか。いいっすよ。まあやっぱここ最近ジャンププラスアニメ化の流れが結構流行ってるじゃないですか。スパイファミリー、それこそ怪獣8号もされますけど、もうそのダンダダンとか、うん、いや僕マリッジトキシンがアニメ化来るんじゃないか。ああ、それはそう、アニメ化しやすい。うん、その結構こまあちょっとなんか暗殺者っていうところで怖いイメージはあるけど、必殺技とかさ、バトルとか、うん、主人公が陰キャとか、結構アニメにすると受けやすい要素が詰まってる作品なんですよね、マリッジトキシンって。そう、ジャンププラスで今僕もすごい読んでるんですけど、アニメ化されても発表発表されて2025年アニメ化とかがあってもいいんじゃないかなって予想を立ててます。うん、はい。いや、まあ、それで硬いですね。硬いですか。まあ、それで言うと、まあ、僕もアニメの予想で言うと、うん、推しの子の2期のオープニング、誰もやりたがらないくて決まらないっていう。いいね。その予想、いいね。ちょっとさすがにアイドルの続きのオープニングを担当したやつ誰もいない説があるから。いや、じゃあ夜遊びでいいじゃん。夜遊びも多分断ると思うから。いや、そうか。アドになると思います。いやー、まあそうなるよな。ありそう。いやー、だってもうさ、今の派遣アニメも夜遊び、アド、まあ女王蜂使い回しじゃん、本当に。キングヌートね。キングヌーとかヒゲダンとかもそうだけど、なんか そこら辺のさ、もう Z 世代で流行りました系バンドとか、うん、なんかそのね、しかやらないや、やらないやん、もう。やだやだ、キングヌーで、You are my special! あ、お仕事始まったな。もう一回、それはもう一回ないでしょ。じゃあ、いいよ、最後、これ締めましょう。推しの子、ニキ、オープニング、どのアーティストを予想してこちょっと3人別にしよう。それで、なるほどね。別々だね。いやー、大穴当ててえな、やっぱな。いや、当ててはな。そう、ここでアドとか言わすびは、逃げ。ちょっと当てよう。いいえ、わかった。じゃあ別のやついくか。いやじゃあ俺、山で行こう。山あなるほどね。雰囲気的には合うと思うけどね、ダークな感じ、山。うん山さんでいきますか。うわー、これちょっとピタリ当てたいっすね。僕はですね、うん、大穴で、うん、トモオっていうねアーティストがいるんですよ。知らん。最近ハンジャリリーで、あー、そう一番あのね、いやいいっす、女性の、まあ、シンガーソングライター。で、どんな曲かな、なんか藤井風みたいな感じの曲調って言ったらなんか違うけど、俺は似てるなと思ったんだけど、うん、女性でかっこよくて、めっちゃスタイリッシュな曲歌うって感じ。うんうんうん。で、まあそう、全然化けて今年跳ねて、推しの子採用とか全然あってもおかしくないんじゃないですかね。流れとしては。まあ。どうすか、バナナさん。友を狙って、友を取っちゃいましたけど。ちょっとね、やっぱりまだ、早い。いや、そうね、なんか曲自体も、なんかセンス高すぎて、うん。アニソンとしている採用は、結構、かなりチャレンジ枠になるんじゃないかな。なるほど。そんな、バナナさんの予想は？いやー、まあね、マジで、これ、ボケとかなしに、うん、完全予想で言うと、うん、ペゾロっていう、うん、アユニ D の。アユニ D か。あー、なるほどね。はい。今、バンドがありまして、あー、知ってます。はい。ビッシュの人なんですよ。はい。解散した。アイドルね、はい。そう。で、そこがアイドルとかけて、うん、解散したアイドルからなんか選ばれるんじゃないかっていう。
だそこで言うとアイナ・ジ・エンドもありなんだろうな。うんうんうん、そうね、アイナもジ・エンドもありだし、うん、あのちゃんもいるしね。いや、あのちゃん、あのちゃんエンディングてか、あのちゃんはあれや、実写化でメムチョやるんじゃん。あ、確かに。あ、でもいいんじゃないですか、それ。いや、あれ、いや、いい予想だと。ペドロはあるじゃない。そう、私はね、ありそう。うん、じゃあ、私、クズオが、山で。山で。チーズくんが、ポムオで。と、とも、とも、ポモね、D-O-M-O-O。ポモね。はいはいはい。で、バナナさんが、ペドロ。はい、いやー、これはちょっと楽しみになりましたね。はいはい、はい、そうですね、来年が、はい、まあ来年年末でもいいですけど、結局夜遊びになってるかっていうところアドになってる。まあそこ遊びだったらみんなやめるか、したらみんなやめるか。もう、はい、まあという感じですかね。はい、すいません、じゃあ今日もゆるい感じでしたけど、まあこんな感じでね、オタク地元の友達3人で語っていくというか、いろんな動画上げてるチャンネルですので、まあまあこれは月1くらいでやろうとは思ってるんですけど、もしちょっとラジオなんか聞きたいのないかなって時にゆるい感じでよければ、ぜひまた聞いていただけると嬉しいです。はい、お願いします。はい、というわけで、じゃあお相手はクズオとメイバナナとキズくんでした。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさーい。